面白くなくても聞け。前回のさ、2ヶ月前のスペシャルウィークの時にさ、こう日本放送がさ、月曜日の裏にさ、この番組の裏にさ、長澤まさみちゃんのオールナイトニッポン、ね、ぶつけてきたわけよ。ね、長澤まさみちゃん、帰れ！ねえ、その、みんな、そら、さ、こんなあの、ブタブタトラックの、その、7割愚痴みてえな、深夜放送よりもだよ。そら、長澤、まさみちゃんの、ね、その、おしゃべりが、聞きたいわ、さ。んで、みんな、長澤まさみちゃんの、その、おしゃべり聞いた日にはさ、スペシャルウィークってのはなんかこう、ちょっと良さげな名前つけてっけど、要はさ、数字の取れないやつは死ねっていう、そういう週だからさ。もしその、聴取率を長澤まさみちゃんにすごい取られちゃったらさ、この、ブタブタトラック、まあ、トントラですよ、トントラ。トントラはさ、何の取り柄もないからそうなっちゃうと。ね？静かに死んでいくばかりになっちゃうわけで、それやばいって言うんでね。長澤まさみちゃんに恨みはねえけども、嫌がらせの一つもさせてもらうってことでさ、できもしねえモノマネでね、長澤まさみのオールナイトニッポンの偽物をこっちやってさ。ねえ、まあ、長くなるよ、これ、エコーかかってっけど。エコーかかってっけど、これ長くなる。これもう、今週気づいたことがあるからしょうがないよ。ほいでさ、一応ね、業界的には、月曜日の、その、伊集院の番組の裏に、スペシャルウィークに特別企画とかやると、罪もない、女の子たちが嫌がらせを受けるよっていう、ことは、ちゃんと言ってたのにだよ。つい、来週、スペシャルウィークにさ、日本放送がさ、浜崎あゆみのオールナイト日本をやるって言うんだよ。今更じゃねえけど、人気者のさ、あゆのね、そのオールナイトをやるって言うわけ、今週気づいたら。これでさ、あゆには嫌がらせをしないってことになると、むしろ長澤まさみファンに申し訳ないから、嫌がらせをしますよ、ものすごい来週は。徹底的に嫌がらせをして、もう、早くTOKIO の人のお嫁さんになろうって思うぐらいの、ダメージを与えていこうっていう、与えていかないと、今後も延々とスペシャルウィークのために裏にそんなさ、ね、やつやられたらたまんないから、あそこは、凶暴な犬がいると。その、全くしつけられてない犬がいるっていうことだけは、日本放送に分かってもらわないと、ね。もうだから、さらに次のもう、スペシャルウィークも諦めて、可愛い子ちゃんは出さないと。ね。いわきのぶこのオールナイト日本あたりで、白旗振ってくれるのか、白かピンクかわかんねえけど、ね。その辺になってくれるまでは、裏に、もう可愛い子ちゃん来るたびに、嫌がらせをしていかなきゃならないのです。でもそうじゃないですか、長澤まさみちゃん、まさみちゃんの時にね、向こうが録音なのいいことにやりたい放題だっただろうよな。それをああいうの時やんないってなったら、変な話、長澤まさみちゃんいじめですよね。でも、裏に来たやつは満遍なく噛むんだったら俺がバカですよ。基本的にあいつ気持ち悪いじゃないですか。そういうことでやってかないと、ねえ、逆にやんないと、ね、あゆのファンから言われますよ。長澤まさみちゃんの時はあんなね、その偽物とも言えないような偽物をやってね、評判と数字を落としにかかったのに、あゆの時はやらないってことは、あゆも前ほど勢いはねえな、みたいな。もしくは、あゆが全盛期の時に、まあ今も続いてますけども、あゆがドカンって来てる時に、一回、浜崎あゆみはバカじゃないっていうサブタイトルで、オールナイトニッポンをやって、
尻尾も数字が取れてなかったから安心してんのかみたいなことを思われたらたまらないわけですよ。もうね、その世の中のいろんな人をね、その敵にね回しちゃいますから。だから問題は長澤まさみちゃんの時には、まあ、今思えばあのセーラー服と機関銃歌をコピーしててカバーしてたじゃないね。で俺は世代的に薬師丸ひろ子のセーラー服と機関銃を一応知ってますから、まああのまあ、気づかず聞いてた人には大変申し訳ないんだけど、1曲目は長澤まさみちゃんの歌ってるあれ役名なんだっけ、あのドラマでの役名の佐藤賀次郎の歌っている車虎次郎の歌っている、星泉の歌っている、セラウト機関銃ですって言いながらも、実は俺がデタラメな歌詞で歌ってた、ダミ声で歌ってたやつ流したりしてたんだけど、俺あゆの曲なんか一曲も知んねえから今日から練習しないと、ああいうタイプの嫌がらせもできないわけですよ。であとちゃんとあれだよ、構成の渡辺くんは一応ほら当然あゆの振りで始まるから、あゆの振りで始まりますから、ちょうど鼻にすっぽり収まるサイズの三文版を2本用意しててもらわないと、あゆの声が出せませんから、三文版を両方の鼻にぎゅうぎゅう詰めた形で初めてあゆっぽく聞こえるようになりますんで、三文版は2本頼みますよ。浜崎の、浜崎っていう三文版じゃないとあの声は絶対出ませんから、浜崎の三文版を2つお願いしますね。あとなんか変なシルクハットみたいなマークをスタジオ中に書いてくださいね。あれを書いてもらわないともうできませんからね。まあただまあこんな憎まれ口は聞いてますけれども、まあほら俺ちゃんぐらいのさね、俺ちゃんぐらいのまあ大きなトラックになりますと、深夜放送全体の繁栄みたいなものも考えていかないといけないんで、こういう憎まれ口を聞きながらも日本放送の告知をしてるっていう面もあるっていうことを分かっていただかないと、なんかもう俺敵を作るためにラジオやってるみたいで、このところ報道から怒られてるから、そりゃあ多い俺のコーナーもいつの間にかなくなるよね。地上に圧力かけられたらなくなるよそんなものはね。まあもう行くところまで行って崖から落ちますよねえ、ぽちゃんですよ、てれっててれっててですよ、もうしょうがないですね。間違った方向に走り続けることに僕は半ば決めましたんで、一応そういうことで来週はですね、偶然ですね、日本放送さんも浜崎あゆみのオールナイトニッポン、あなたが知りたいあゆの秘密、あゆが知りたいあなたの秘密をお送りしますが、偶然ですね TBS も浜崎あゆみのオールナイトニッポンの方やりますんで、こちらの方ですね、まあ、どちらを聞いていただいてもいいんですけれども、あれ面白いな、どっちかなみたいな、ねね、どうせ録音だろ向こう録音に決まってんだよ、だから一回録音して流してんだから、もう一回録音して聞けばいいんだよ、そっちはこうやって生で聞いてもらえないとさ、もう今喋ってること以外に価値なんかねえんだから俺にね、とりあえずは落ち着いて明日の昼間聞くっていうのも手だけど、そんなもんじゃねえから、変な話だけど昼間喋って許されるようなことを俺喋れねえんだからさ、起きててくれよ、頼むよ、本当にサバより痛むのが早いんだから、お前本当だから、賞味期限はパックを開けた瞬間だから、パックの横チューって吸って食べる形じゃなきゃダメだからね。まあそういうことでですね、まあ裏番組をやるというライバルですから、まあ浜崎あゆみさんにエールを送るね、応援するっていうそういう気持ちと、あとね金曜日はね、日本放送は中島みゆきさんのオールナイトニッポンをスペシャルでやるらしいんで、これにもちょっとエールを送ろうと思いますので、今日の1曲目はですね、浜崎あゆみさんの名曲シーズンズと中島みゆきさんの名曲時代をですね、続けて聴いてください。やったー
やりましたオープニングで嫌がらせを軽くやっつけた後はですね、メイン企画でございます。来週ですね、行われます。任天堂ウィーが当たる、死闘東海道サッカー、命ロスタイム、ビッグトトカルテでございます。まあ、この番組をずっと聞いてくださってる方、ここ2、3週聞いてくださってる方はお分かりと思いますけども、こう、死闘東海道サッカー。これですね、ゴールは東京、もしくは京都でございます。ね。で、その中間点、センターラインは浜松でございます。浜松に、大雑把と僕をしくじりました、若手芸人、桐畑通のですね、自転車を設置しまして、で、まず、伊集院チーム、伊集院光が、京都に向けて、走ります。で、日の入りまでに、行けたところ、正確に言うと東海道線の駅に止めます。で、そうすると今度桐畑チームは逆に、東京まで今度押し返します。で、それをずーっと繰り返して、京都もしくは東京にその自転車を押し込んだ方が勝ちっていう、そういうルールの、死ぬな結果死ぬやつ、ね、やってるんですけれども、この桐畑のチャリが、来週の月曜日の日の入り、来週の月曜日の日の入りの時点で、どこにあるのかを当てて、どの駅にあるのかを当てて、ウィーをもらおうという、トトカルチョでございます。ね。どっかの警察の霊安室にあることもあり得るんですけれども、ごとですよ。ごと、ね、うちの嫁さんとお袋が、くしゃくしゃになった俺とくしゃくしゃになった切り方の自転車を、ただ呆然と見ていることもあり得るんですけども、それはまあ一応答えの規定外にしますんで、そういう時にはもういいとかいいじゃん、もう俺のこと心配してくれよね。だから東海道線の駅名すべてに可能性があるわけですから、ほぼ130択ですよね。130択のクイズっていう、形に、なります。で、細かいルールはちょっと追って説明していきますけども、ズバリ当てた人の中から、1名様に、ね、AD の下中くんが並んでですね、ゲットした、任天堂のウィーをあげますよということです。で、はがき応募なんで、要するに頑張って、プレゼントかなんか知んねえけど、一台しか当たんねえウィンかなんか知んねえけど、ちょっと、シャラで参加してみようかと思ってくれた人に、幸運が舞い降りる可能性があるということで。で、あと、生放送用にも、もう一人の AD、中山くんが並んで手に入れたウィンをもう一台用意して、生放送中もう一個クイズはやりたいと思ってるんですけども、まず、皆さんに聞いてもらいたいのは、この、東海道サッカー。どういうことになってるかって言いますと、ことの起こりはどこまで遡るんだ？11月の頭に、伊集院光その他でサイクリング部を作って、で、伊集院光でしょ？それから前座ってる構成の渡辺でしょ？それからサードメンの高橋っていうの、サードメンの高橋と、それからその問題児ですよ。蛍源氏の桐畑徹の、4人で、犬吠埼までサイクリングに行ったんですよ。で、この時にこの桐畑徹が、まず、集合時間に寝坊で遅刻。ね。で、さらには、途中で合流して、したのはいいんだけど、次の日、自転車を、こう、僕らのサイクリングが片道っていうルールだから、その犬坊崎自転車止めてみんなで一回帰りますと。で、その止めた自転車を、みんなで手分けして、俺仕事だから、残りの3人の後輩たち、高専の渡辺も入ってますけど、年下の入ってますけど、この3人で、取り行ってくれって言ったら、その、渡辺、サードメン、高橋っていう年下2人に、仕事を押し付けてバックレ。ね。で、さらには、結果的にそのチャリを、俺が取りに行くっていう、そういう、いろんなしくじりをしましてですね、結果ですね、なんでと、ね、結果的になんで俺はその後輩の桐畑のチャリを、犬坊崎から持ってきて、車に乗っけて持ってきて、で、桐畑先生のご自宅の前にお止めして、こちら桐畑先生の愛車、ハマーでございますと、ね、言わなきゃいけないんだと、いうことで、このチャリをですね、先ほど言ったように、浜松に持ってきましたですね。こっから、キックオフと。で、
まあ、俺らが京都までチャリをバーンって持ってっちゃえば俺らの勝ちで、桐畑とはもう永久にさようならです。桐畑くんとの付き合いもしませんし、このハマーもリスナープレゼントであげちゃいますと。ね。で、桐畑くんが逆に東京までこのハマーを押し切った場合には、桐畑くんの今までのしくじり全てをなかったことにしますという、まあ、桐畑くんの最後の首の皮一枚をお名返上のチャンスですよね。変な話あれですよ。この縦社会、すごい縦社会、そして車社会ですから、車社会のはあんま関係ないですか。縦社会ですから、そこまで俺がもう気に入んねえと思ったら一方的に解雇通告でいいわけですよ。ね。まあ、今日後でちょっと急に話そうと思うんですけど、変な話、現にそうやって解雇通告されたやつもいるんですから。割とリアルにいるんですから。でも、ちょっと俺の遊び心と、俺が割と健康のためも含めてチャリに乗りたいみたいな気持ちがあったおかげで、一ゲームできてるだけ気があったら徹は幸せなわけですよ。ただ問題は、このゲームやってみたらきつい。すごいゲームとして成り立ってないっていう、そこなんですよね。いくつか細かいルールあるんですけど、まず、安全とか、だから制約をしないとどこまでも行っちゃう可能性があるんで、乗っていいのは、日の出から日の入りまでなんです。漕いでいいのは。自転車を漕いでいいのは日の出から日の入りまで。で、日の入り前に、東海道本線の駅の自転車置き場に自転車を置いて、で、それを写メで撮って、その、写メを、審判員の、この番組のプロデューサーディレクターの池田に送るんです。で、この送られてきた時間が、絶対日の入り時刻を超えちゃいけない。もし日の入り時刻を超えた場合は、これが大事なルールでオフサイドになりますから、まあ、このルールの恐ろしさは僕今週知ったんですけど、オフサイドになりますんで、このオフサイドになった場合は、その日乗り出したとこまで戻るわけですよ。例えば自分が浜松センターラインから乗り始めて、もう京都のすぐ手前まで行ってても、ここで駅に着けない、もしくは車名の時間が遅れるなんていうことがあった場合は、浜松まで、自転車は戻されます。これはその、オフサイドっていう通告とともに、池田もしくは池田の命を受けた人間が、車で向かって強引に戻します。ボール、桐畑のチャリを戻します。で、まあ、原則として桐畑チームと伊集院チームは交互に、チャリを漕ぐことができるんですが、相手チームは、3日以内に、蹴り返さないと、漕がないと、ボールがフリーになります。だから、僕が例えば月曜日に漕ぎますよね。月曜日にチャリ止めますよね。それで池田にメールを送りますよね。それで OK が出ますよね。そうすると、桐畑は、火、水、木の3 days のどっかで漕がないと、金曜日には、伊集院チームが漕いでもいいんです、もう。ね。要するに、これはすごいきついよ。連続で漕がれるってことが一番きつい、距離を稼がれることですから、これが一番きつい。ね。で、今日現在自転車がどこにあるのかっていうことに関しては、あらかじめ我々は知ることはできません。東京から、ボールのある場所に、要するに自転車のある場所に向かう、電車に乗る前に池田に電話をかけて、池田さん、今自転車はどこにありますかって言われると、どこどこですって言われて、そこからスタートと。これ大体言えたかな。あとはメンバーだね。メンバー構成が、桐畑は、もともとそういう、変な話、クビになってもいいのにワンチャンスもらってるわけですから、桐畑一人ですよ。で、伊集院チームは、まあ、伊集院さん売れっ子タレントで、ね、スケジュールも忙しいですし、あと、僕をしくじっただけではなく、その後輩たちに、年下たちに仕事を押し付けてるっていう罪がありますから、それも被害者たちなんで、僕チームには構成の渡辺くんとサードメンの高橋くんって二人が入ってます。で、今こうやってルールを説明しててちょっと思うんですけど、あいつらは別に巻き込まれたくなかったんじゃねえかなという感じもするんですけど、まあそれはしょうがないんですよ。で、もともとは、おかしいんで、なんでこんなことになってんだろう。もともとみんなでサイクリング部を作った気がするんだけど、すごい楽しく作った気がするんだけど、どっかからおかしくなってんだろう。まあまあそういうことなんですけどね。で、そんな中、今日までの工程で、まず、先週のトークからすごいことになってるよ。まず、先週お伝えしたのは、
11月24日の金曜日。金曜日に、第1回目のキックオフだったわけですよ。で、浜松に、桐畑を呼んで、で、ここから、桐畑が東京に向けて漕ぎ出すのがキックオフの予定だったのに、寸前になって桐畑が、スケジュールが入りましたって言って、ドタキャンなんですよ。変な話、これで首でいいんですよ、実際。首の皮1枚だったやつが、もう、なんかわかんないけど、ゴル自体1個ぐらいになってるんですよ、もう、ね、その、細胞で言うならば。スパーって言ってるのが、もうプランプランですよ、プランプラン。プランプランな状態になってってるわけですよ。でもしょうがないから僕が漕ぎ始めました。で、浜松スタートであいつのクソチャリに乗ったわけですけども、行けたのがですね、高田っていう、まあ、大きい駅の岡崎の手前かな。岡崎の手前、何キロぐらいだろう。浜松から高田ってね、70キロぐらいですわ。結構な時間ですよ。で、漕いで行きました。で、その後のことはまだ実はね、全然知らされてないんですけど、先週の月曜日の時点では知らされてないんですけど、桐畑は、僕は知らなかった、実は日曜日にも漕ぎに行ってると。漕ぎに行ってて、すげえのは、この高田から漕ぎ始めて、途中で雨が降ってきて、雨で途中で切り上げたんだけども、高塚っていう、浜松から一個京都に寄っただけ。浜松から一個進んだだけ。だから本当に、各駅停車の一駅のところまで、もうほぼセンターラインのところまで戻してるんですよ。で、放送終わりまして、火曜日の早朝から、伊集院チームの、この渡辺ですよ。この渡辺が、乗りまして、この高塚っていう駅から、今度は、さらに、高田を越えて、岡崎を越えて、で、三河安城の手前、三河安城の向こうか、三河安城の一つ先、東刈谷っていう駅まで、チャリを押し込みます。で、これが火曜日。で、まあ、その、桐畑がですね、この東刈谷の、弾を蹴り返すのが、すぐ翌日水曜日なんですけど、水曜日にびっくりすることに、浜松まで戻します。一気にセンターラインまで、台無しにします。今までのみんなの努力を台無しにします。で、しかもね、後々から池田に聞くと、斜面の来た時間は、日の入りは4時半なのに、もう3時10分ぐらいに、もう切り上げてるらしいんですよ。3時10分だか20分ぐらいに、余裕を持って浜松まで返してるんですよ。これで、その後俺は、水、木、金、土のどれかに返さなきゃいけないんだけど、金曜日は名古屋で仕事だったんだね。名古屋の仕事だったんだけど、金曜日、あえて、自分でホテルを取って名古屋に泊まります。なぜならば、その時に具体的にどこにあるかはわからないんだけど、それ池田に聞かないとわかんないルールだから、電車乗る前に聞かないとわかんないルールだからわかんないんだけど、そうそう東京に寄ってるわけないんですよ。ね。要するに浜松っていうのは京都と東京の中間点なわけだから、名古屋なんていうのは、より中間点に近いわけじゃないですか。だから、東京から、桐畑の止めたところに行くよりは、絶対名古屋から行った方が近いに決まってるわけですよ。で、名古屋の始発の新幹線の前で、池田に電話をかけたら、浜松って言われるわけですよ。ね。で、これは全然賭けに勝ってる。まあ当たり前なんだけどね。そんなに東京近づく、あいつだって空飛ぶわけじゃねえんだから、そんなに東京に近づくわけはないんで、まあ思い通りなんですよ。東京から多分、新幹線で行ってても、浜松だったらどれぐらいから浜松までって、おそらく、2時間ちょいかかるはずですわ。ね、新幹線しかも浜松に泊まる新幹線って意外に少ないから。小玉で行くか、光の特別なやつで行くしかないから。でも、名古屋からだともういきなり始発が止まるのよ。で、しかも、1時間、いや、全然だね。6時20分に乗って、6時50分ぐらいにもう浜松着いてるから、ほぼ日の出と同時に走れるわけよ。で、こっからちょっと長くなるよ。愚痴がものすごいから。これがまあその、土曜日の朝のことなんですけども、ごめん、途中泣いちゃったらごめんね。俺としてはですよ。俺としては、
その構成の渡辺くんがその東刈谷っていう自分のいた交代よりも向こうに行ってるってことに関して嬉しくもあったけど、ちょっとプライドは傷つけられてるわけですよ。ね。要するに、構成の渡辺くんと僕は体育っていうことに関してはライバルですよ。なんて、目くそ鼻くそっていうか、下痢のうんこと婚姻のうんこぐらいの、大体そういう比べ合いになってるわけですから、他の誰に負けても、構成の渡辺くんには負けたくないとか、彼にだけは優位な位置にいたいわけです、僕は。にもかかわらず、全然渡辺くんの方が漕いでるんですよ。5駅。5、6駅先まで漕いでるわけですよ。ほぼ同じ条件で。で、まあ、その、俺がスタートした時は、浜松。で、渡辺くんがスタートしたら高塚っていう、その一駅分引いても4駅ぐらいは、渡辺くんの方が行ってるわけですよ。で、それが俺のプライドに触ってるわけです、かなり。だから、俺は、もう一切、その、渡辺くんには僕はどうしたいとかプランを言わずに、渡辺がまあ東京からまた行ってると思ってますよ。まあ、新幹線は、俺金に物を言わすタイプだ。新幹線は使ってるかもしれないけれども、まあ、東京から行ってると思ってます。でもそのことも内緒で、僕は名古屋から行って、ほんで、朝一で、その日の出直後に漕ぎ出して、日の入りギリギリまで行けば、名古屋まで行けると踏んだの。浜松から100キロ。名古屋までは、だって、6時、まあ、ギリ7時から、焦げるのが4時過ぎまででしょ。4時過ぎまでだから9時間。9時間あれば時速15キロ平均で100キロ超える。で、名古屋に行って、で、その次の時に、名古屋まで行ったんだよっていうの、まあ、例えば今日の本番で名古屋まで行ったんだよっていうのを構成の渡辺が聞いたら、伊集院さんすごいと。わっしょいわっしょいと。伊集院さん、チンチンを軽く揉ませてください、15分。それぐらいのことは、ね、言うに決まってますよね。で、それを思ってて、もう俺の中では絶対と驚かせると思って、走り出そうと思ったその刹那ですよ。チャリがパンクしてるんですよ。後ろのタイヤが。パンクしてるんですよ。切り旗が、で、俺その時思ったのは、絶対切り旗の野郎、これすごいラフプレイに出たと。ルールブックにはないけど、浜松について降りる瞬間、千枚通しでブスってやって帰れば、絶対に俺たちは乗れないわけです。しかも、修理しなきゃならないじゃん。絶対修理した上に対して乗れないから、それを繰り返していけばいいわけじゃないですか。俺は何駅かしか進めないでしょ。したら次に今度切り方乗って、また今度浜松よりずっと東京寄りのところで、また降りる瞬間に先輩同士で立っていけばいいわけじゃないですか。ずっと、うわーやられたと思いながら、ありえないじゃん。まあ、だって、いくらね、その、切り畑が、その水曜日に降りてから、木、金って二日置いてるとはいえですよ。勝手にゴムが腐食して穴が開くほど酸性雨の問題は深刻なところまで行ってないわけですよ。いまだにそれわかんない。穴が開いてて。どうする？浜松なんて、死んねえとこでだよ。死んねえとこで、まあ最近行ったけどさ、漕ぎ出した日に行ったけど、浜松でチャリパンクして朝6時50分、何もやることないよ、それって。で、絶対連絡しないで驚かせてやろうと思ってた、もう渡辺しか頼りになるやついないわけよ。まあ渡辺こと、まあ渡辺こと、まあナベンゲル監督ですよ。まあうちのね、ナベンゲルに電話して、おい、ナベンゲルと、大変なことになってると、こう乗ろうと思ったら浜松の駐輪場でチャリがパンクしてるんだと。で、どうしようもないんだと。で、悪いけど、で、その時点で、寝ぼけてるわけですよ、ナベンゲル。ナベンゲル完全に寝ぼけてて、まだ、カモ州からジャパンを引き受けたばっかだから、で、そのナベンゲル寝ぼけてて、だって、朝7時で、そんな浜松に入れるわけないじゃないですか、みたいな感じになってるわけ。だって東京発が、うっせえ、時刻表バカと。ね、時刻表言いやがって。世の中は時刻表通りに行かねえことばっかなんだよ、と。とにかくお前に今やってほしいことは、その、パソコンで、コンピューターで、ネットでも何でもいいから、浜松の駅の近くで、朝早くからやってる自転車屋さんを探してくれよ、頼むからよ、っていう話をして、それで、電話切ってさ、で、こっちはこっちでさ、なんかしなきゃなんないじゃん。ねえ、それはナベンゲル監督がどう、何をしてくれるかわかんないけど、こっちも動かなきゃなんないと思って、
じゃあとりあえずフレッシュネスバーガーでバーガー食おうと思ってさ、バーガーを食っとかないと。とりあえずバーガー食うぐらいしかやることねえよ、知らねえ街でさ。意外にさ、浜松大都市だけど、田舎だよ。田舎ってね、夜早くて朝遅い。で、その、まあ、バーガー食ってさ、で、まあ、待ってたらさ、電話かかってきてさ、なんかね、その、いろいろ調べた結果、8時からやってる自転車屋が一軒あるっていうね、いうのね。それで、しかも、それは浜松から5キロ離れたとこだっていうね。5キロだよ。5キロっていうのは、さて言葉で言うと5キロだけど、実際移動、ましてパンクした自転車を持って移動してしようと思うと、実際は、そうね、12キロですよ。で、それ、まあ、その、パンクで自転車を押して12キロっていうのも、テンションが高い時でそれぐらいだけど、こんぐらい朝こごうと思ったにもかかわらず、バーガー食ってるっていう現状だと、40キロから50キロに換算されるわけですよ。もうよくわかんない。よくわかんない距離ですよ。でもそうだって言われて、で、聞いたら、それも、そのお店のホームページじゃないと。そのお店のホームページじゃなくて、コミュニティみたいな、その、なんか街だったら街に、いろんな、その、うちの街にはいろんな、その、お店とかがあるんですよ、の、一覧、役所みたいなの紹介コーナーの中に、自転車屋さんだったら、この、とこがあるんですよっていうのも、サイクルセンターなんとかじゃないのよ。なんとか林業なのよ。なんとか林業みたいな、そういうところがあるだけだと。それで、お店は8時からってことを言われるわけ。それで、その連絡が来たのが、もう7時40分ぐらいかな。しっかりバーガーもなくなった頃ですから。それで、言われた電話番号書いてあるからって、言われた電話番号に電話したら誰も出ないんですよ。誰も出ない。で、とりあえず8時になるまで待ってみないと、そこがやってるかどうかもわからないし、当てずっぽうに5キロ行ってやってなかったりとか、またほら、その、サイクルセンター、こんな言い方なんだけど、サイクルセンターなんとかが、その自分のところのホームページで書いてることならまだしもだけど、そういう集まりに一行だけ書いてるような情報だと、8時やることもあるけどね、ぐらいのこともあるじゃん、実際。そんな正確に開かないのも、5キロ移動しちゃってからそんなまた戻るの絶対嫌だから、とりあえずその言ってる8時になって電話してみようと思って、したらこう、8時ちょうどに電話したら、出ない。うわぁ、これねえなぁと思って、やべえ、もう一回だけ電話しようと思って、8時2、3分ぐらいにもう一回電話かけたら、電話出て、おばあちゃん。おばあちゃんが出て、そのおばあちゃんが、びっくりするぐらい、俺さ、あのさ、そうずらって、なんずらかと。もうね、こんな朝やったらなんずらかっていう、そうずらよ。で、どうずらかと。おばあちゃんが出るわけですよ。俺、あの、トノマがさ、おうよ、てめえ、山田、そうずらよっていうのは、水島新司が作ったもんだと思ってたんだ、俺。水島新司が、イラブがソーロってっていうのと一緒で、作ったやつかと思ったら、本当に静岡のソーズラ、ソーダラっていうね、ソーダラーみたいな、わかんないけど、ワンハンドレッドダラーみたいな、そういうのを言うんだよ。ダラーダラー、ズラーズラー言うおばあちゃんが出て、したらおばあちゃんが、どうしたんだらって言うから、いや、実は、その今、その浜松の駅前で自転車がパンクして、もうすごい困っちゃって、もうどうしていいかわかんなくて、みたいな話、だからもうヒダで助けてほしいと、ヒダ、鼻のワルツでホームラン打ってほしいと、俺からしてみたら、ね、知らないの速球ホームランできるのはお前しかいねえと、そういう話をこう、電話でしたら、この、トノマが、トノマがびっくりすること言うの。今から息子に意識持たして浜松の駅までトラックで行かせる。そこで出張修理をするから泣くんじゃないと。泣くんじゃないずらと。そういう話を、泣くんじゃないずら男の子がっていう話ですよ。ね。で、ナイスババアですよ。グッドジョブババアなんですよ。
GJB なんですよ。GJBBA なんですよ、完全に。もう、売れつくて。JTB なんですよ、完全なこいつが。JBL なんですよ。低音の響きが全然違うんですよ。やっぱ老舗のスピーカーメーカーだから。もう、それで。こう、やっぱしたら、もう、ババアが、じゃあ、どこで待ってるって言ったから、待ち合わせの、は、どこに、今どこにいるって言うから、駅のこの辺にいますって言うんだけど、言ったら、携帯電話番号を教えれば、すぐ会えるずらって言うんで、言うんだけど、俺、携帯を、まあ、この番組ではよく言ってるけど、携帯俺持ち歩かない主義だから、自分の携帯番号がわからない上に、この電話を切らないまま自分の携帯番号を出す方法がわからないの、俺。全然。でも、この命の電話を切ったら、もうなんか、俺またダメになる気がして、もうバーガー食うしかなくなっちゃうから、もう破産するまでバーガー食うしかなくなっちゃうから、中の怖くて、これちょっと今、借り物の携帯で携帯番号がわからないんですけど、僕今、オレンジの服を着てて、で、お相撲さんみたいにでっかいんで、絶対駅前に立ってますから見ればわかりますって言って、あ、で、そうずらかと。そんなら大丈夫だって電話を切って、その後困ったのが、俺ね、実際ね、オレンジの服は、オレンジの T シャツの上に、紺色のジャンバーを着てる。だから、オレンジの服でいるためには、ジャンバーを脱がなきゃならないの、寒空の中。で、出張修理に何分で来るかがわからないわけ。ババアは急ぐ、マハババアだと、MHBBA だとは言ってたんだけど、だけど、手金に急がせる FG に、FG に、MH で行かせるか言ってたんだけど、FG、MH もううるせえよ、一回 CM かやっぱ、やっぱ CM になるよ。まあ、朝のさ、7時過ぎのさ、浜松の駅前でさ、もうその、まあ、それは、俺のせいなんだけどね、オレンジの服着てるって言ったのは俺だから、ジャンパー脱いでさ、ほんで、めちゃめちゃ寒いよ、ブルブルブル。またね、自転車こぐとすごく熱くなるから、逆に下は T シャツの方がいいのよ。ね、その上のジャンパーだけで調節するようにしてるから、ジャンパー歩いたら本当に夏かっていうような格好なわけ。で、めちゃめちゃ寒いのね。で、前にこうライトバンとかトラックとか、いわゆる何々便業の車っぽいやつが来るたびに、ちょっとこうお相撲さんみたいな感じの体型だっていうか、体をでかく見せるなきゃいけないから、こう乳に困ってたりしゃがんだりできないから、向こうの方からバンとか来ると、おいどーん、おいどん的な、おいどん的なポーズ、ODP ですよ、完全な。ODP を取らなきゃいけないわけですよ。俺、流行ってんだ、今日これ。すげえ俺だから流行ってんだ。やんなきゃなんないわけですよ。でも意外、また、浜松って外国人の人めちゃめちゃ多いな。で、なんか、前の方に、ライトバン、バーン止まったから、バンだけにバーン止まったから、バンだからね、バンの止まり方どういう音がするかっていうと、ね、なるわけですよ。それで、拾い食いですよ、ギャグの。たまたま落ちてたやつ、たまたま、糸せず落ちてたやつを拾って食べちゃっただけですよ。毒入ってやんの。猫いらずがすげえ入ってやんの。おいで、入ったら中から外国人とかわらわら出てきて、絶対これなんとか人形の人だと思って、前に立ち上がったら外国人とか、なんでこんな入ってんだみたいな、わらわら出てきてびっくりだりしたりしててさ。で、かといってさ、朝、起き抜けにだよ、電話されて、ババアが電話取ってくれた時のあの感謝を考えたら、その5キロ先の、その、から来てくれる人に、何度も電話かけて、今どこですかをあんま言えないじゃんか。それも悪いと思うじゃんか。ダラババこと、まあ、ミリオンダラーベイビーが、あいつが、こう、ミリオンダラーベイビーだって、そう、もう神経痛もあるよ、多分。ね、そんなに何度もかけて悪いと思うから、あと何分とか耐えてたら、前をこう、軽トラが通るんだけど、軽トラの上のところに乗ってんのが、俺が見る限りはコンプレッサーだと思うよね。コンプレッサーって空気シャーって出す機械だから、あ、これだと思ったら目の前を通り過ぎるって言って、あれも違うんだと思ったらまた戻ってきて、目の前でスピード落とすんだけど、通り過ぎるんだよ、これが2回ぐらい。で、3度目止まって、こうやったら、けげんそうな顔をして、
で、その、兄さんがね、胸のところに、なんとか林業って刺繍が入ってた。お、すいませんって言ったら、ああ、そうですかって言うんだけど、したらその、せがれですよ、せがれ。マッハで行かせるさ、せがれなんで、それが、せがれって言ったら俺よりちょっと年上だと思うけど、の人が降りてきて、僕です、朝からどうもすいませんって言ったら、あれ、いや、またこの人も結構ずらだら、ずらだらの人なんだけど、お袋が言うには、オレンジの、浴衣を着たお相撲さんが待ってることになってるらしいんだよ。違うんだよ。なんだよ、俺。何欧州だったらそんなに派手な浴衣でいいんだよ、俺よ。完全にサインミスなんだよ。伝わってないんだよ、お袋から。そこのホットラインが完全に切れてんだよ。だから、なんか、多分お相撲さんみたいっていうことを、なんかね、お袋もそんなな、そら、いきなりの電話だからな、なんで困って半べそだからさ、それ聞き取りづらかったか知んねえけどさ、だから、せがれもせがれで、もう、曲げが目当てなんだよね。要するに曲げが目当てで来てるから、こっち帽子かぶっちゃってるからね、全然わかんねえみたいな状態で、だけどね、仕事は早かったね。その路上でパッパッパッパって直してくれてさ。で、どうもありがとうございました。で、また。1000円ですなんて、1000円なの ?5 キロ先から胸はラタタタキ起こされてみたいな。で、言って、1000円ですなんて。で、ドルで払う場合は10ダラーみたいなやつを言って、またどこ入ってんだこれ、おい。あ、本当にこの野良犬駆除なのかな。それで、行ったんですけど、それ行っちゃってで、しかもなんかこうサイクリングでやっててみたいな、まあ押したり押し返したりとは言わないけど、その友達とリレーで東海道を行ってるんです、みたいな、わかりやすいぐらいの感じで喋って、したらその向こうの人も、いろいろアクシデントあると思いますけど、頑張ってくださいね、みたいなことも言ってもらったんで、まあちょっと気を取り直して、こう、走ろうかな、とも思うんだけど、時間見たらもうさ、9時半なわけ。だってこっち当たりしてたら、6時50分にスタートできるつもりじゃん。で、それで出し抜こうと思ってるわけじゃん。その、2時間半のロスっていうのは、要は結局最終的に渡辺くんを驚かすこともできないし、桐畑も脅かすことをできない位置までしか行けないと思うわけ。で、しかも、こう自分でこうやって大体計算すればわかるんだよね。行けて、おそらく前回、俺の前回と同じ、コータっていう、それだって大変なんだよ。コータっていうところに行けたらまあいいかな。下手すればもっと手前だなぐらいじゃん。ってことは、コータなんていうのはもう実績的に、雨が降ってるにもかかわらず浜松まで戻されてる実績があるわけじゃないですか。そうすると今日何やっても俺は無駄なわけじゃない。これは取ろう。まあそういうルール作ったら誰だそれは俺ですよ。ね、それは俺なんですけども、まあ俺もちチェアマンなんですけど、このルールを考えたのは、でもそう思うともうなんかペダルも重いしさ、もうなんか嫌になってくるわけ。で、とりあえず、iPod の中に、一応俺がチャリ乗ってる時に聴けばいい曲をいっぱい入れてくれみたいなので、一応今回も iPod して、とりあえずかけて、最初にシャッフルモードでかかった曲がこの曲なんですよ。なんとか、こぎ出せたね。これ、ペンネーム、肉の国。ガンマの歌、川原博正。この曲がかかればどんなに疲れていても、2、3キロはいけると。2、3キロは歩けるぐらいの曲だ。これは助けられたね。とりあえず、尻尾を立てろと思って、ガッと叱られた。うんこがムリムリって出て、うんこがピーンって立った形での、チャリこぎ始めですよ。これスタートで、いや、今日さ、この後、いろいろこう、ルールの徹底とかをするのに、実はガラスの向こうに、切り当たトールも来てるし、サード面の高橋も来てるんですよ。いよいよ今週投入する予定のサード面の高橋も来てるんですけど、まだこの先話すっげえ長えから、出るかどうかわかんねえよ、生だし、実際。だって、びっくりすることに、このガンバの曲で俺立ち上がるわけですよ。立ち直るわけですよ。この先また漕ぎ続けるわけですよ。40キロぐらいかな。豊橋の、ちょっと手前ぐらいかな。豊橋ぐらいのところで、今度は前輪がパンクするからね。前輪が、まず、なんかね、こう、
前のタイヤの空気圧がちょっとおかしい感じになるわけ。最後止まるときに、なんかこう、なんてタイヤがよれるっていうのがずるって横滑りするようになるわけ。あれこれなんだろうと思ったら、どんどんタイヤの空気が抜けてって、うわー、これパンクだっていう。もう、いくらあれですよ。あのせがれがマッハだとしても、今度40キロですから、40キロマッハはいくら MHSG でもですよ、マッハせがれでも、40キロ待つだけでどんだけかかるんだよと思うし、でも、奇跡なんですよ。チャリがパンクして、あーもうダメだと思って、ふっと見たら、23号線入ったかな、1号線入ったかな、その大きな道路隔てて、向かいが自転車屋なの。で、しかも、自転車屋の親父が今シャッターを開けてるとこなの。おーわーと思って、そこ入って、で、その自転車直してもらって、前、タイヤ直してもらって、で、いよいよ、その、俺が CM 振って CM 開けてさ、桐畑と高橋出してもらえると思うでしょ。とんでもねえよ。さらに、20キロぐらい進んで、またタイヤパンクするからね。1日3度目のパンクになるからね。で、しかも、これびっくりするよ。またパンクして、もう終わったと思って、したら、そうね、チャリ押して10メートルぐらいかな。10は大げさかな。20メートルぐらい行ったところが、自転車屋なのよ。おーわーと思って、自転車屋の、その、前来て、古い感じの、すごい古い感じの自転車屋で、で、そこのこう、入り口のところのドアを開けようとか、ドアが開かないわけ。ね、で、その、声かけて、すいませんって声をかけても、誰も出てこないわけ。もう一回逆転なのよ。この時点でやってねえのよ。やってねえの。で、もうかなり名残惜しいわけよ。もうちょっとショーウィンドウ覗いている若い頃のマイルス・デイビスみたいな感じになってるのね。ごめん、マイルス・デイビスが何かなのもあんま分かってないけど、多分トランペットぐらいの感じだけど、そういう感じなんだけど、後ろからルイ・アームストロングが来てくれて肩をポンポン叩いて、欲しいのかみたいな。お前このトランペット欲しいのかみたいなやつは、なんで日本語なんだよ、お前。なんで日本語なんだよ。そういうやつもなくですよ。何の助けもでもなく、その前で15分ぐらいいたんだけど、何度も呼んだんだけど、全然出てこない。で、これはもう、いよいよ俺の悪運も尽きたなと思ったら、もう20メートル先にもう一軒チャリンコ屋があるのよ。なんでこんなチャリンコ屋密集地帯なのかわかんねえけど、下手したら町おこしで、チャリンコ屋いっぱい作った上に、画鋲をすげえ巻いてんじゃねえかと思うぐらいの、またチャリンコ屋があるわけ。で、今度のやつは前のチャリンコ屋でも古くて、今さ、俺たち子供の頃さ、ツンツン角田の自転車って言ってた角田自転車ってある？まだあんのかな？わかん、微妙あるかどうかわかんないけど、今割とさ、こう自転車も、その、どっちかと横文字のやつが多かったりするんだけど、その、古い時代のカタカナで、角田自転車っていう看板の入ってるような古い、お前何丁目の夕日なんだっていうような感じの自転車があって、で、そこも、そこも、手かけたら、ドアってかこう、ドア、今度は引き戸なんだけど、横にガラガラって引くドアな、塔とか、ガラス戸なんだけど、開かねえんだよ。ほんで、すいませんって、すいませんっつったら、4回目ぐらいで、おっから、みたいな声が聞こえて、おっから、ザ・ジジイですよ。絶対頑固。これで素直だったら話が違う感じの親父が、もう完全な頑固じじいですよ。頑固じじいですか？もうじじいじいなんですよ。完全な。ね、それが、おっか出てきて、じゃあ、うっせぇわーなんて開けてて。で、まぁ、ちょっと難しいのは、俺再現するには江戸っ子風にするしかないんだけど、それも、こう、割とこう、もうちょっとね、中京っぽい訛りの感じなんだけど、まぁ、ちょっと、まぁ、感じで、うっせぇわー。でも感じのじいさんが出てきて、いきなりだよ。第一声、こっちさ、前タイヤがぺちゃんこになってるチャリ持ってんだよ。で、自転車屋なんだよ、そこ。で、それでその、鍵も懐かしい鍵だったな、さ、
横にガラガラってスライドするドアのところに、ネジみたいな鍵わかる？その、あの鍵をゆっくりじじぐる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 回してこうやって開けて、ああ、なぎゃな。開けて、すいません、タンクって言えばよ。あのさ、今さ、ばあさんとさ、ずっと話したんだけどさ、女っつうのはさ、結婚する前のこれの頃あるだろうね。こうやっておった時ね、これの時とさ、それと結婚してからさ、変わると思わねえか。と思い出す。初対面さ、すごい初対面で、俺困ってんじゃん。でもさ、いきなりそれで言われて機嫌を取りたいからさ、って言うしかねえじゃん。って言ったら、それは違うって言われて。裏なのそれ。だって、絶対今のか、今のまんまだよ。今のまんま。女ってのはこれの頃と結婚した時と全くこう、変わると思わねえかって言われたら、思いますしかねえじゃん、こっち。はい、思います。それは違うな。みたいな話から、結婚とはみたいな話になってきて、ずっと。延々とだよ。で、それも、なんかこう、俺よ、昔はよ、まあ、母ちゃん嫁に来てよ、まあ、36年かみたいな、知らねえけど、俺に聞くのがわかんないじゃん。36年なんて言われて、わかんないけど、まあ、36、7年なるけどな。最初な、俺んところの親父とプロデューシュー暮らしてんだよな。うちの親父と、これ、先死んじゃってさ。俺ほら、遅い子だから、知らねえけど、俺も知らねえ、俺遅い子だからさ、なんつって。うん、はぁ、なんつって。で、その後、神さんの、お袋がまた一人寝てたから、神さんのお袋を呼んでさ、同居するようになったんだけどさ、これが意外にしっくり行くな、みたいな話を、もう20分ぐらい。で、もう、隙間に、すいません、パンクしてるんですって、やっと言えるぐらい。ってこの話されて、で、パンク、直してくれるのも、懐かしい感じだったな、前、一回目のパンクは浜松出張修理。二回目のパンクの時は、ちょっとそのなんかサイクルセンターっぽいところで、こういっぱい新しい、こうブランド物のチャリなんかも引っかかってるようなところで若い人がやってくれてるね。で、この三回目は完全にそういう、もうちょっと何丁目の夕日かわかんねえようなおっちゃんがやってんだけど、懐かしいのが、親父専用の工具箱みたいなところに、ゴムのりみたいなのいっぱいあって、で、親父が一番そのポジションが修理しやすいんだろうね。子供用の、ケロヨンの椅子みたいな、その、椅子、ポロポロの椅子座って、その、親さんやってくれてんだけど、それで、修理してさ、もうだから出会って修理して、してたら25分目ぐらいに、お前テレビ出てねえかって話すんだ。あ、はい、みたいな感じで、で、最終的にテレビ出てるやつがこう来てくれるなんてすげえ嬉しいっていう話になって、で、最終的には、もう別に金もいらねえからさ、なんてさ、そのとこサインしててくれよ、みたいなことになって、サインしたりとかした後に、じゃあもう、俺は、それには感動したんだけども、とにかく時間がどんどん経っちゃうから、早く行きたいと思って、出ようと思ったところで、あ、そうそうそう、そうだ、そうそうそう、そうだ、そうだ、女が変わるって話なんだけどよ、俺はもう、俺、嫌いで、もう、嫌いでよ、まあその後もさ、まあその先週も言ったけど、潮見峠っていうすごい峠があるんだけどさ、俺一つ格言また坂には教えられるね。あのね、上り坂あるでしょ。知らない上り坂は頑張れる。変な話、次のそのカーブを曲がったら上り坂が終わってるって信じていけるから。特に潮見坂みたいに S 字になってると、次のカーブで絶対終わるって言って、また裏切られるんだけど、じゃあ次のカーブでって思ってるうちに行けんのよ。でも、一回それを知っちゃってるから、頑張れないんだよね。潮見坂で、前は行けたその潮見峠越え、潮見坂が、途中でダメになっちゃって。これで、チャリ降りて、押したりして、また心がぼっきり折れるわけですよ。ほんで、すごすごこうやって歩いてると、今度ガンバのエンディングが流れてくんだよね。ガンバのエンディング。辛いわー！だってね、
高まく波ときらめく空がガンバと仲間を打ちのめすですよ。旅はもうこれまでだ、冒険を打ち切ろうですよ。でもう終わりだなと思うじゃん、それで。おっしゃってるし、俺。で、途中から、けれどもガンバは指さした、ね、小さな島をって言われるところで、あ、そうか、けれどもガンバは、頑張ったんだと思って、また漕ぎ始めようと思うじゃん。思うじゃん。だけど最後のその歌の終わり方は、けれども、なんだっけ、お前と仲間のご苦労を移すみたいな、ガンバは頑張ろうとしてくれ、結局お前ら死ぬぞみたいな終わり方で、もう立ち上がれねえみたいな感じになったりとかしてて、はい。まだ続きます、その話。いい加減出してもらっていいですかね。あ、もう一人のプレイヤー忘れてません？チームキリアタ、俺一人立つの。チームだよ。チームキリアタの。面白いな、用意してたなきゃと思ってたわ。ずーっとだもんね。いやこの進行表だとさ、はい、お前確か1時15分に出てるはずだもんな。そうでしょ。あ、そうか。でしょ。まったな、お前。でもね、すっげえ面白いの話が。あのね、なんでこういうこと振りかかるかな。あのさ、振りかかるかじゃねえよ。お前最初のパンクおかしいだろ、あれ。あのね、お前、転売同士で勝ってんだろ、お前。あのね、うん。この自転車は僕の大事な自転車なんだよ。なんで俺の自転車を自ら転売同士でぶっつりぶっつりもう、それ思ったもん。俺降りるときは今度、フレームの溶接部分を削っていこうかと思ってる。お前の乗った途端に真っ二つに置くと、ほわほわほーみたいなやつになるようにして。ダメダメ。こうぐらいの。絶対俺やってないから。あのさ、はいはい、悪いけどさ、はい、その土曜日の工程から、うん、本来は、お前はもう1時15分の時点で、これを聞いて、今日頑張った話を多少することになってるけど、うん、まだだから。だって、ね、まだできない。じゃあ、聞き役をやってくれよ。まあ、聞き役で。お前だって苦労は分かってるわ。同じことをやってますからね。同じことをやってるから。いや、同じじゃねえけど、まあ、いや、これでさ、はい、乗ってるわけ、ずっと乗ってて、うんうん、これで、その、また一回行った道ってつまんねえんだ。ほんとつまんないですよ。一回行った道って、うん、その先にどんな地獄があるか知ってんの全部ね。すごい辛いわけ。これで、最後、その、最後ってか、でも途中結構スピードアップして、しかもパンクで取られた分、うん、飯を一切食わず。あ、朝食ったバーガーのみです。思い出のバーガーのみで、あとはもう俺は牛と一緒だから、胃袋で行ったり来たりされてる方が大丈夫だと思って、で、その行ってして、で、その高田って、高田っていう最初行った方にこう行くか迷ったのは、高田って方行こうと思うとちょっと坂なんです。そうなんですよね、坂なんです。で、しかも情報ってのはいけないなと思ったのは、その、高田の先っていうのを、はい、俺は見てない。見てないわけ。まだ見てないわけ。うん、だけど、この、渡辺選手、ナベンゲルは、ナベンゲルは、ナベッカムが、ナベッカム。ですもん、これもいいですもん。監督の時はナベンゲルだけど。ややこしくなってきてる。ナベッカムが、その、高田の先に行ってるのは東海岸まで行ってますから。そうですよね。高田の先に行った時の情報をチラッと聞いたら、高田の先も少し坂だと。うん、上り坂、下り坂、上り坂、下り坂の繰り返しが3回ぐらいあってから、うん、その、割と平地の方へ出るっていう情報を聞いちゃってるから、うん、もうこの折れた心、ガンバのエンディング聞いてるから、行く気にならないわけですよ。うん、じゃあ、一回行った道はやめて、うん、その、まあ、そのずっと、その道行くと、右に曲がるとその高田に行く坂、うん。で、左だと海沿いっていう道があるわけです。ね。ありますね。で、うん、その、海沿いの道は、遠回りだけど、うん、はい、そんなにこう、標高は高くない。標高はない。なるほど、なるほど。で、そのまま、海のへり行って、うん、山をやり過ごしちゃうと、今度は、名古屋までずーっと平地だ。なるほど。これで俺行こうと思って。で、なんだかわかんないんだけど、なんでああいう時に計算でできなくなるのかな、多分疲れてるからなのかな。乳酸の毒のせいだな。それ以外ないですよね。思考回路が低下してますから。この自転車に大体俺乗り始めて、まあ1ヶ月半か2ヶ月ぐらい経つんだけれども、はいはい、一度も時速25キロなんか出したことないのに、25キロでいけるみたいなことになっ
ちゃって、ほうほうほう、なぜならば山さえやり過ごしちゃえば、うん、平地だったらばマッハで行けるみたいな、なんか感じになっちゃって、うんうん、頑張ればいいんだと思って、おい、それで、あの、遠回りだけども平地を時速25キロ平均で日の入りギリまで走れば、うん、名古屋近くまで行けるみたいなことになっちゃうね、俺の中で、うんうん、計算では、計算では、はいはい、うん、ただね、初めて行くとこだし、うん、僕はその高田に行ってから行く道に関しては一応頭の中で予定とか立てて地図を見て覚えてきたんだけど、そっちはあんこう手探りっていうか出たかん、うん、小5の時の社会の教科書に出てた、お、ちっちゃい日本地図のイメージで。うん、あー。だからね。やばいな、それ。まあ、大体の方予想ついてると思うんだけど、この言葉にまた聞いた方が怯えてると思うんだけどね。迷子になっちゃったね。でしょうね。でしょうね。すごい迷子になっちゃったの。全然大人でも迷子って慣れるんですよ。慣れるんだよ。あれ子供だけのもんじゃないんですよ。何がびっくりしたって、うん、あの、青い自動車用の看板あるでしょ。ありますね。で、十字路とかに行くと、うん、右に行くとどこ、左に行くとどこ、まっすぐ行くとどこって書いてあるじゃん。うん、その三つ出てる地名が一体一個もあるのよ。一個も、なんとなく向こうとか、読めねえんだ。読めねえとこ行っちゃったんだ。読めねえとこがどこにあるかなんかわかんない。これ。いや、まあさ、うん、これは、同じ、サッカープレイヤーとして、はいはい、分かってもらえると思うんだけど、はい、あれ、俺道間違えたかなって時あるじゃん。はいはいはい、この道間違ってかなって思っても、うん、思った時は、はい、最初の10メートルは引き返せるんだけど、はい、100メートル超えると、引き返せないんだよね。その雪がね、なんで出ないんだろうなっていう。で、それが1キロになると、もう自分を騙し始めるじゃん。これが合ってるんだって言い始めるじゃん。聞かせますよね。これは近道だと。うん、何にも知らねえくせに、弓道だって思い始めるじゃん、これは。弓も真も知らない。知らねえくせに。で、あげくの果てはさ、俺からしてみ、まあまあ、切れたの場合は逆だろうけど、はい、俺からしてみたら、うん、もうあんな青い看板なんか、いつでもどっちが名古屋かだけ言っとけって言うんだ、俺に言われて。あっちが名古屋だって漠然とした方法だけ村を上げて俺に伝えればいいよ。それをなんだかさ、なんだかあの、コンペキのペキっていう字に南っていうとことか、あと、幡ヶ谷の幡に豆って書いてあるとことか、あと西なんとかで、西尾かな、なんかそんなとこばっかり書いてあった。一個も知んねえの。三択の中にさ、一個も知ってねえのに、知ってんのねえのに、美濃の野郎が、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー言いやがるからさ、じゃあファイナルアンサーだよ、これが、と思って行くしかないじゃん。で、まだ終わんねえぞ。まだあるんですか？そこ、降水確率 10% の迷子に、うん、雨が降ってくる。出たー。出たー。これで雨も一応、雨は一応ルールとして、うん、これは自己責任だから、うん、自己責任だけに、事故が起きそうなぐらいの雨の時には、本当だ、危ねえぞ、お前、拾ったもん食うの。だから、拾ったもん食うと。今日は食べちゃいけないなんですよ、だから。そうなんだよね。すぐ拾って食べちゃうから。あの、一生目覚めたりの日なんだよね、今日ね。この本当に。いろんな棒落ちてんだと思ってんだけどさ。ダメですよ、一生駆除の日ですから、今日これ。目がチカチカするようなと思ってんから。これ雨降ってきてさ、でも雨降ってきたらさ、もうなんかわけわかんなくなっちゃって、もうとにかく俺たまたま自分の GPS だけ、GPS って言ってもカーナビじゃないから、単にその走ったところを記録して後で見るため、後でどれだけ地獄だったかを振り返るためだけのちっちゃいハンディ GPS なんだけど、記録のあって、で、これがどっちを今に向けて方角だけ出んのよ。コンパスがついてて。ほう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 、なるほど。とにかく北だと。またでっかく貼りましたね、これ。北だと。で、しかも、本来だったら、俺のこの日本地図館で言えば、北より、なんていうか、西北、北西か。北西。北西が名古屋に向かってるはずなんだけど、もう北西向かってる余裕はないと。なぜならば、その、もう東海道本線と離れてきたんですよ。はぁ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 。ショートカットしようとしてるんだけど、東海道本線とかなり離れてるってことは分かってるわけよ。今度だんだん雨は降ってくる。この雨はいつ強くなるかわからない。で、時間ももう2時半を回り始めて。うわこれ恐怖のオフサイドがある。もう完全にその高校ですよね。でしょ？はい。東海道本線の駅に着けなければ。うん。浜松大返しですよ。浜松行ったんでしょ？
朝俺がタイヤのパンクの修理を、せがれにしとばったところでしょ、はい、俺のせがれにしとばったところでしょあそこに戻らなきゃならないって恐怖でしたら、もう、やみくもに北に走り出すしかねえと思って、うわーってしばらく走ったら、もう、道は細くなってくるし、青い看板もないの。もうそこなのかなんか全然わかんない。ただ単にやたらサークル系ばっかある。なんかもうサークル系かお前らと思うような。来ても来てももう似たような道に似たようなポジションで似たような大きさのサークル系があるばっかりだけ。俺もうサークル系なんじゃねえかと思う。俺もうサークル系の手のひらの中でずっといて、俺がこのような果てだと思ってお経を書いてたとこもサークル系なんじゃねえかと思うぐらいの。わけわかんなくなっちゃって。うわぁ。それはもう、涙がポロポロ、ポロポロで止まんなくなっちゃって。これは、そうだ。俺は一人じゃない。仲間がいたって。そういえば、渡辺を驚かせようとか、渡辺をびっくりさせようとか思ってたけど、もう頼りはあいつしかいねえって言って、電話をかけたわけ。したら、出たわけ、あいつが。はい、もしもしと。今僕はどこにいるかわからない。偉人の人ですか？偉人じゃないですよね、今ね。今僕はどこにいるかわからない。ね。情熱大陸ですよ、ちょっと。ねえ。情熱大陸の感じになってるわけですよ。ただ言えることはと。ただ言えることは、ずいぶん前に、こういう感じの地名のところを通った。一つの色って書いてある地名のところを通ったとか、いう話をするために、もう驚いてもらわなくて結構だと思って、愚痴をこぼすためだけにかけたはずの電話なのに、いちいち渡辺くんが驚くわけ。そこで、どんだけ遠回りからこっち行くんですかみたいなことになるわけ。俺の見た感じを言うために、なるわけよ、ずっと。うん、で、もう、俺、もうヘッドヘッドってか、もうくしゃくしゃだから俺さ。もうくしゃくしゃだから。はい、もうあのストローの入ってた袋を毛虫にするときぐらいくしゃくしゃだから。それでもう電話かけて、で、もう全然わからないし、で、そういったことだから、多分もう東海道線なんていうのは遥かどっかにあると思うんだけど、もうここで俺は、粉になると思う。この後。ただ一つだけ知りたいのは、俺は東海道線から今どれぐらい離れたところにいるのかと。今俺のいるところと、その東海道線の、その、一番近い駅。うん。で、俺はどこで力尽きたのかっていうことだけは、心に刻んどきたい。なるほど、なるほど。っていう話を、はいはい。渡辺くんにかけたのが4時ぐらい。で、その日のもう日の入りが4時半。そうですね。4時28分ぐらい。うわぁ。これで、頼りになるのは、サークル系の何々点って書いてあります。はいはいはい。サークル系の何々、ここが何点なのかっていうことだけしかわからないっていうことで、渡辺くんに、サークル系の、昭和の和に、泉っていう字があって、町っていう風に書いてある。これはどこなんだって話をしたら、そしてここから一番近い東海道線の駅はどこでどれぐらい離れてるんだかを、メイドの土産に、メイドの土産に教えてほしいっていう。そしてもし渡辺くんが今後、大作家になり、最終的に都知事になった時には、ここに俺の火を立ててくれ。そして書いてほしい言葉は、シャリを舐めるな頼んだね、あと、坂から逃げても逃げ切れるもんじゃねえっていうことだけは書いてくれ。すごい名言いっぱい出てくるな。まあ、そしたら渡辺が、今わかりましたみたいな。おいおい、ネットから調べてね、おいおい、今わかりましたって言って、ですね、安城っていう駅から、3キロから5キロぐらいのところにいますけどね、俺、意外にがむしゃらに走って、かなり、U ターンに近いの。やや U ターンなんだけど、近づいてんの。安城まで。うわただもう一回、もう死にかけてるところの、その、残り、3キロって、結構な、きついですよ。で、それを安城について、チャリを止めて、シャメを取って送るっていうまで、俺は行けるのかと思いながら、3キロならと思って、うーわー、こぎ始めてからは、俺何にも覚えてないね。何にも一切覚えてない。気がついたら俺は、安城の駅にいたよ。うわー。4時、
15分安城かうわほんとね、その時やっと正気に戻って音楽を聴くっていうか、こう耳からずっと音楽が流れてたんで、音楽のことを思い出して、なるほどなるほど、で、その時にかかってた曲っていうのがクイーンっていう、アーティストのボヘミアン・ラプソディっていう優しい曲なんだけどこのタイミングで出ねえの。俺もさ、死んだおふくろのこと思い出してさ。いやいやいや、ちょっと、生きてる。風邪生きてる。風生きてた。勝手に殺さない。ほんとさ、なんかね。ああ、でもこの曲なんかね、ただちょっとね、あまりの優しさに、蒸発、こう、体が全部空気になって、雲になってくる気がして。俺英語全然わかんねえじゃん、はい、まあまあっていうか、なんかこうお母さんに甘えてるのか、お母さんの思い出話してるのかなと思ってさ、はい、これで今日ここ来てさ、はい、ボヘミアン・ラブソディのさ、ジャケット見たらさ、はい、ママたった今人を殺してきた、あいつの頭に銃口を突きつけて引き金を引いたら奴は死んだよっていう歌詞だったね。全然違うの。全然やらしくない。俺親孝行のだから親孝行のだからこれ絶対親孝行のだからこれとんでもないやつだ。そしてその後さ、これがさ、まだリスナーがリクエストして教えてくれたんだけど、これ池田の選曲なのよ。うわ、池田が僕が洋楽にハマり始めた頃にこの曲すごく気に入って、うっせぇお前見てからじゃねえ南城の駅と雨と坂とクイーンの手柄だ。全然お前の手柄じゃねえと思いながら聞いちゃった。で、まあその安城、うん、安城までおそらく普通にカーナビとかで測れば、うん、80キロないよな、780ぐらいなんだけれども、ね、はい、実際僕が走った道のりは115キロです、うん、はい、どれだけ遠回ししてたかってことなんですけども、出ちゃったかな。で、こっから大事なんです。キリアタさんが、まあ、1時15分に話す予定だったことなんですけど。はいはい。キリアタさんの、まあ、そのデータで、うん、分かってることは、うん、僕は土曜日に安城に、うん、チャリを置きました。はい。で、日月、カーまでに、はい、キリアタさん乗ればいいんですけど。蹴り返さないとやばいですよ。今日、蹴り返してきた。そういうことですね、月曜日。はい、はい、で、これをどこまで蹴り返したかに関しては、伊集院チームが、まあ、火曜の朝、まあ、はい、まあ、まあ、もう日付変わってる今日ですけど、そうですね、今日の朝なり、明日の朝なり、うん、7日だったら朝なりに、うん、電車に乗るときに、はい、池田に引くっていうこと。そういうことでございます。恋だ。恋だなぁ、今日も。で、ずるいことが一個あんの。なんですか、なんですか、ずるいことが一個あんの。なんですか、お前さ、はい、これね、皆さんすごいね、これ、分かっていただけないと恋でないっていうか、こう、普通、こがないですし、うん、まあ、北さんという相方と東海道をずーっと、京都まで行ったことがある方ならね、北さんがヤジさんですけど、イメージがわかると思うんですけど、あのね、豊橋っていう時から、ところから、うん、その岡崎っていうところまでの、うん、結構長い距離にわたって、一号線、その東海道っていうやつを、が、なぜかね、その岡崎から豊橋に向かって延々と下り坂なんだよね。そうなんですよね。で、木形にとっては、うん、岡崎から豊橋っていう一番背骨の真ん中の長いところが、延々と下り坂なの。で、俺らは逆に言うと全部上り坂だから、そこを多少迂回して23号線っていうのを曲がっていかなきゃならないの、かなり。うん、そこがずるいんだよ。ずるいって、それは、国土交通省に言ってください、そんなことは。僕が作ったのに、大木、大木、大木か、大木なんだよ。大木先生、ずり先生、ずり先生、もっと前からある。あれは、あれは、大木だろうよ。
あれはちょうど、その、豊橋と岡崎の中間のところに支店を作って、ギッタンバコン、ギッタンバコン、変えないとおかしいよ。なんで真相報知が。そうじゃないと、ずーっとお前だけ、だって俺たちが苦労して、迂回して何とか行ったやつを必ずお前一気に下ってくるわけでしょ。ものすごい来ますからね、あの下り坂を。これは、もう僕、バンクよりも、タイヤがそのまま先に前に行ってるんじゃないかってぐらいに。湾曲していくんじゃないかぐらいの。あれずるいわ。ここは助かりますね。今日もあれでしょ、下りでしょ。そういうことでございます。ついついでしょ。お前、俺の通った道をずっと来いや。嫌だ。あの道は絶対嫌だ。百十何キロ来いよ、お前よ。あれは、ねえ。で、わかった。多くが来た。ヒントだけ欲しい。何ですか、ヒントって。あのね。はい。まあ僕がそれだけ苦労していった。うんうん。南条から。うんうんうん。センターラインの浜松。うんうんうん、うん。ね。僕が乗り始めた浜松。はい。を。うんうん。こう、越えて、東京に寄ったかどうかに関してだけ教えてください。それによっては、まあ、僕、すぐ CM 行きます。すぐに喋れない可能性があるんで。でも僕、渡辺さんが持って蹴り込んだ東刈谷から、うん、浜松まで蹴り返してる男ですよ。いや、そういうことで、東刈谷よりも、さらに、僕、二駅短いですからね、僕の言ってる。ですよね。だからそうなのよ。だから、浜松を、うん、その、超えちゃっておかしくないのは分かってる。分かってんだけど、分かってんだけど、ちょっと話聞いて。分かってっけど、そういう、その日その日のコンディションっていうのがあるから、だから、そうじゃないことだってあるわけ。あとほら、変な話、切り方だって二、三回パンクしてておかしくないわけだから。なるほど、なるほど。パンクどころか、なんか、自転車が縦に裂けちゃってたりする。そんだけある、あり得る。縦には裂けない。あり得るじゃない。縦には裂けない。かけてないし、だからごめん、うん、答えてほしいような欲しくないような顔してんだこの野郎。やっぱりね、うん、自転車さん腕がいいんだろうな。パンクしてません。で浜松は超えちゃいます。来たよ。死ぬ気やだ。出たな、これだ。ここで紹介しましょう。本来でしたら、予定ですとね、1時30分にスタジオに入る予定でした。伊集院チームの秘密兵器ですね。ダイナモこと、タカルト・カルロス。タカルト・ハジロスこと、タルメ・タカルト。やっと出たー。おまっとさん、長い。だってさ、あんな苦労した話をさ、はしょれねえよ。知らないですもん、そんなの。ただでさえはしょれないのに、いろんな美味しそうなの落ちててさ。あれ、拾うから眺めたら、大体毒にまんよ。拾って食べると、カーブが痛くなるしさ。掴むからな。ということで、まあ、タカルト・ハシロスことですね。誰だか。うちのロベカルはですね、はい、乳酸の向こう側という言葉を、我々に教えていただきます。はい。驚異の体力を誇る男でございます。どうも。まあ、体力を誇るというか、体力の限界を、感知する能力がないからっていうね。だから、我々は疲れたとか、うん、心臓が痛いとか、いろんなサインがあってからそうですけど、多分、ガッハッハッハいや、絶対人望が来てないよ。わははうだよ。こんなことないでしょ。ただ、いいんです。わははうでも、はい、我々はもともと時速20キロ出てたものが、うん、どんどん遅くなって、5キロ、3キロで死んじゃいますけど、うん、20キロ死ぬ寸でまで全部。死ぬ寸でまで全部。20キロ、30キロ、40キロ打ってるよ。可能性ありますよね。それはありがたい。ありがたくない。なんでありがたいんですか。で、一応、高橋さんをいよいよ投入します。ついに。ありがとうございます。この明けた火曜日の朝。はい。私、一応指示を出しますが。はい。始発の、金は僕が持ちます。あ金は僕が持ちますから。はい。東京駅から。はい。始発の新幹線に乗ってもらいます。だっただから、それをスタンバイした時点で、池田に電話をかけてください。はい。それで、
で、その、じゃあ、ナベッカム。ナベッカムは、ナベッカムは一緒に行って、それを聞いた時点で、一番効率的な行き方。金は俺が持つ。出た新幹線乗って。新幹線乗っても、今にしてもいいから、一番効率的に早く漕ぎ出せる時間を割り出して、で、こいつを、電車に乗せてくれ。乗せたら、あとはお前がもう、言ったまま乗ればいいんですか？言ったまま乗ればいい。迷惑じゃないですか？下手したらこう、その、だから新幹線乗ったらかも、うわーって迷惑じゃないよ、迷惑。下手したら新幹線も来いじゃん。どこを？実は280何キロかに。もうペダル踏んだら、椅子が回転するだけだよ。中は。ぐる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 回るだけだから。俺ね、落ちてるもん食べないで。一世駆除の日ですから、皆さん食べない。電車のペダルとリクライニングするペダルをかけなくていいから。そうですよね。で、だから、それで行って、俺の願いは一個だけだ。京都行って。だからもう火曜日の、もう日の入りが、多分4時28分かなんかだから、28分までに京都にもう行っちゃって。行っちゃいますじゃあ俺。行っちゃって。行っちゃいますわ。行っちゃって、はい、清水の舞台の上にチャリを止めて。投げ落としますか。投げちゃいます。チャリ取っちゃう。清水の舞台から、こっちゃいって投げちゃいます。はい、うん、ね。じゃあもう一生こいつなんか会うことねえから。あ切り方とか。やった京都はどう行って。うわぁ、でも、リアルな話ね。はい。相当期待してんのよ。名古屋は行ってほしいのよ。名古屋まで何キロですか？名古屋までね、いやだからわかんないのよ。だからこいつがどれぐらい行ってるかわかんないけど。ああ、そうか。でもその前までの例で言えば、はい、浜松からそんなに東京にひどく押し込んでることはないと思うね。なるほど。ああ、わかんないですよ。110キロとか100、110キロ、105キロ、120キロ、100キロ台だと思うんだよね。結構だと思うんだよ。じゃあ時速20、5キロで走ったら、時速25キロ。時速25キロでしょ、大体。現地か、現地か、お前。現地は30でしょ。まあ、休憩とか入れて時速20キロって考えると、まあ、あとは8時から走り出したとして、8時間超やるよね。8時間超やると、160キロ?おい!よし、京都へ行こう。舞原とかあるとしたね。舞原、下手したら大垣もあるよね。大垣ぐらいまでもあり得るよね。その始まりの場所にもよるけど。時速20キロ平均はきついぞー。いけますいけます。気をつけないけど、大垣の先山ポロンって越えて、そのまますごいスピード出しちゃうと、琵琶湖に落っこちゃう。危ねえ。これ気をつけて。そんな地形なんだ、こう。違うよ。で、一応、この今日から来週の月曜日までの一週間は、うんうんうん、切り方チーム、伊集院チーム、とにかく命ある限り押し合います。もちろん、で、はい、うちのチームは3人いますんで。ここなんだよなぁ。それで木原さんチーム。はい。木原さんチーム。チームっていうのが、わびしく感じるんですよ。ここで、我が一人なんで。初めてチームにします。おマジっすか。で、これね、本当はね、もっと早くしゃべるべきことだったんですけど、はい。昔この番組にヒットマンの河野さんっていう方がよくちょくちょく顔を出したりとかアルバイトをしたりしてましたけど、プツッと見かけなくというかプツッと話を聞かなくなって、俺なんか森に帰ったって噂を聞いたけど、ジャングルから、ジャングル、はい、で、まあ、もうちょっと言っちゃうと日曜日の打ったかった草野球で降り出しっていう企画からも突然と来ました。これ何があったかと言いますとですね、遅刻からの仕事すっぽかしというですね、大しくじりがありまして、二度と顔も見たくないという形で、はいはい、僕の仕事場に居候してたのがですね、うん、その日を境に、ね、一切もう、生存も確認されてない。はらはら、まさかそのあいつを、まあその池田を介してですね、はい、あいつにもうワンチャンスやる。出た。で、強いてはその桐畑と一緒にチームでチャリを焦げた。もう完全にチームしくじりですよね、だから。チームしくじりで。ほいで、エースですよ、頭文字。俺たちが京都に到着した際には、うん、もう満を何で、なんで、なんでダブルで二人で。いやいやいや、俺、脳の手術で記憶からですから。それで、キリアタチームが東京に行った際には、はあ、それもまとめてもう許す。出た!おぉ!これ寛大な措置出た!で、ただ、そういうことが、変な話、その、河野は切羽詰まってますから、それはもう、それはもう、
僕は河野からの電話を取らないために着信拒否の設定の仕方を初めて見せたんですよ。初めて携帯のマニュアルを読んだんですから、僕は。それぐらいの。迷惑メールとかを対応できたやつです。はい、はい。で、その、で、知り合ったがどうしても行けないときに、1回に限り、はい、河野を投入していた。わー、投入ポイントだ。絶対東京行けない、京都行けないって思うし、普通に考えちゃいけないんですけど、うんうんうん、オフサイドの危険というのがあるんですよ。オフサイドした場合、はあ、連チャンで焦げることになりますから、なるほど。夏はないんです、これ。戻されますからね。京都も東京も。はい、はい、はい、はい。ということで、命ロスタイムということです。ちょっと待って、ロスタイム終わりで死んじゃう可能性はないですよね。あります。あるんだ。あります。生きるなぁ。来週そういう形で死んじゃっても数字は取れると思うんですよ。さすがにいたずらに人が死んじゃってますから。いたずらに人が死んじゃダメですよ。うん、殉職。殉職って。わかりません。切り方チーム。はい。殉職した場合は許します。おめでとう。殉職した場合は、許されてももういない可能性。商品として私、総委員長のものです。とにかくみんな頑張るよ。絶対頑張る。頑張る。じゃあ、トドの応募方法は CM の後きちんとお教えします。もう私、勇気づけられました。ヨーロッパでファイナルカウントダウンですけども、さあ、ここで、皆さん、応募方法の方です。正式なタイトルはもうすっかり忘れてしまいましたが、東海道サッカー、死闘東海道サッカー命ロスタイムビッグトトカルショー、来週の月曜日の日の入りに切り畑のチャリがどこの駅にあるのかを当ててウィーをもらうということなんですけども、これオフサイドで戻されるっていう場合には戻された駅です。要するにその日の結果を受けてということでございます。おはがきのみです。おはがきのみです。はがきに住所、氏名、年齢、電話番号と予想する東海道本線の駅名と東海道本線の駅名で作ったダジャレを書いておきます。で、この、まあ、予想する駅名とダジャレの駅名は、違っても構いません。やっぱりそんなに難しい、簡単なものじゃないですからね。で、はがきは一人一通です。で、あさって、12月6日の消印まで有効になるので、早めに出してください。まあ、正解者が被った場合は、はい、東海道線の駅名ダジャレの面白い順になりますね。で、かぶった場合のみこの駅名ダジャレはすごく大事な形になってきますので、ただまあ、130択ではありますよね。東京っていうのは相当勇気いると思いますけど、東京、京都は勇気いると思いますけど、まあ今までのいろんな実績も聞いていただいた結果予想していただきたいと思います。とにかくめちゃめちゃ押し合います。めちゃめちゃ押し合おうということだけは、決めております。宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光る深夜のバカ字から、チャリのある場所分かっちゃったんですけど、の係まで、送ってください。お待ちしております。京都にあったらすごい。もうどこでもあれだよね。変な話だけど。はい。高橋君が、はい、火曜日中に、火曜日の4時28分までに、はいはい、京都にぶち込んじゃってくれれば。任せてください。俺たちもう焦がなくていいし、さらには桐畑君にも、あと河野君にもこのまま会わないですよ。おっしゃー、全く会わなくて済みますんで。いやいやいや、お疲れっすよ、お疲れっす。俺、ただね、はい、まあ、あまりにこう一方的になっても、あと、木原君が、全く焦げないような状況になっても困るんで、池田提案の、河野のラストチャンス参加を認めましたけど、はい、あいつ相当頑張んないと俺許さないよ。いや、そらこぐでしょ。ただ、この状況で、あいつの出してくるパワーがどんだけのもんかだよね。いや、下手したらあいつ飛ぶぜ。下手したら飛ぶ可能性あるよ。インディーみたいな。前誰も持ってないの？今持ってるの？前に切り型を乗せて、切り型の頭とかに倒れてほっかむになったまま、せーれ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 
東京を完全超える可能性あったんで、ね、まあということで来週はですね、まあ頭のオープニングがですね、ニセ浜崎あゆみのオールナイトニッポン、そしてその後はですね、こう東海道サッカー命ロスタイムビッグトドカルチョ、うん、でさらには番組中にももう一つ企画として、ウィーが当たるチャレンジを作りたいと思っております。いやでも本当ギガタ君あのリスナーの皆さんと会うのもほぼこれ最後ちょっと待って思うからこれわーなになっちゃうから、平成堂々といい試合をお前さ本当にさ、はい、チャリにもう自分で自らパンクさせたりとか絶対なしだよ、ね、そんなことしてないですから俺誰かと溶接する機械の使い方してやるんだよ。